TDK、TDK TD 株式会社 TDK は日本の電気機器製造会社である。ソフトフェライトの工業化を目的とするベンチャー企業として1935年に設立され、現在ではフェライトをはじめとする電子材料、電子部品などを製造販売する大手メーカー。過去にはビデオテープ、アナログオーディオテープ、デジタルオーディオテープ、フロッピーディスクなどの隠し記録メディア、 時期光なども製造販売していた。一般的な知名度としては、記録メディアや磁期ネックレスなどといったブランドとの印象が強かったが、2007年に TDK は記録メディア販売事業をイメーション2乗とした。しかし、2015年12月末をもって同社は記録メディア事業から完全撤退したため、事実上 TDK ブランドは終了している。 シャゼは、創造によって、文化、産業に貢献する。社訓は、夢勇気信頼。ハードディスクドライブ用のヘッド部品の製造で、最大手である。2008年に、アルプス電機が、同分野から撤退したために、HDD メーカー以外で、HDD 用ヘッドを製造する唯一のメーカーとなり、OEM 市場でのシェアは30%を超えている。その他、各種時期、 ヘッド、サーマルヘッド等を製造、販売する。セラミックコンデンサでは、村田製作所に次いで、第2位のシェアを持つ。フェライトの技術を活かした、インダクタ、トランス等も高いシェアを誇る。その他、EMC 対策部品、高周波部品、各種センサ、アクチュエータ等を製造、販売する。フェライトのほか、磁石、フェライト磁石、機能類磁石。 電磁シールドシート等を製造、販売する。FA 製品、半導体製造装置、チップマウンタ等、電波暗室等を製造、販売する。2001年10月に DDI ポケット、現、ソフトバンクウィルコム沖縄連合向けに CAF、データカードタイプの PHS 端末 RH2000P を販売した。それ以外の機種は製造していない。 電子材料用セラミックスの製造で培った技術を活かし、ライオン株式会社と共同で、非創骨補填剤、アクトセラム系を製造していた。その後、生体親和性の高いリオプサイト系セラミックスを開発、デンタルインプラントとして実用化を目指したが、バブル崩壊後の経営環境悪化に伴い、長期の開発期間を必要とする医療分野への本格参入を断念した。 フェライトをもとに、フィリップスの考案した音楽テープ企画、コンパクトカセット、いわゆるカセットテープを日本で初めて製品化し発表したことで知られる。かつて、日本楽器製造、現、ヤマハ、ただしオープン DLF デザインの、ミュージック XX シリーズは、例外的に、磁気テープ部分のみ、ひたマクセルの OEM 資芝、トリオ、現、JVC 兼ウッド、中道、ラックスマン、 松下電気産業、現、パナソニックに OEM 供給していた。ただしオングロームテープは自社生産であり、さらに最末期に販売された、パナソニック PX はマクセルの UR の OEM だった。またミュージックカセットテープとしても、各レコード会社に供給が盛んであった。一部のミュージックテープには、TDKSA のハイポジション、タイプ E クロームテープが採用されることがあった。 光記録メディアでは、信号記録面保護技術、ドゥラビスを採用した記録型 CD、DVD メディア製品、UV ガード超光、スーパーハードコート超光シリーズで知られていた。メディアメーカーとしては、唯一のブルー、レイディスクアソシエーション漢字企業であり、ドゥラビスの採用によりブルー、レイディスクのベアディスク化を可能にした。 これら記録メディア事業の大部分は、採算性の悪化から2007年に、アメリカのイメージョン社に譲渡。唯一、業務用、データストレージテープの製造、販売を子会社のメディアテック、過去において、ニカミノルタのメディア事業を、承継を通じていっていたが、2013年10月に、事業を休止。2014年3月には、子会社の生産を行い、完全撤退した。 創業時の社名、東京電気化学工業は、フェライトの発明者である、加藤ヨゴロと、竹井武氏が所属していた東京工業、大学電気科学科にちなんで名付けられた。TDK、東京電気化学という略称は、戦時中の英語の規制時期を除き、創業直後から、商品カタログ等で用いられ続けている。1948年以降は、社名ロゴマーク、 CI にも TDK の文字、横長の楕円の中に TDK の文字が入るを用いるようになった。商標権問題が発生したため1961から1964年の期間は TDKE。CI は横の楕円の中に TDKE の文字が入るに変更。1959年には英文社名を TDK エレクトロニクス CO、LTD とした。 ただし、日本語社名は、旧称のままとしていた。1967年1月1日、亀倉優作のデザインによる、現在のロゴマークに変更される。1987年からごく一部の音楽用、カセットテープに、レイ、クディング、および、スパークディング、DJ、CV、ビームシリーズ等カジュアルユーザー向けの、ブランドロゴマークとして、 TDK という社名ロゴとは別のマークを使用していたが、1997年末までに廃止された。なお、TDK ロゴはビデオテープとマイクロカセットダット DCCMD には導入当初から使用されることはなかった。1983年に正式社名を TDK 株式会社、AA 文社名は TDK コーポレーションに変更。 日本初のラテン文字表記社名の企業となった。なお東企場、株券、社債の表記も含むは TDK 株式会社という表記となっているが、これは当時法務省がアルファベットによる商号登録を認めなかったためである。なお代表取締役会長は山崎定一、その福次郎、大都市間の3人が務めた。 大年が1992年11月25日に死去して以降は会長職を設けていなかったが2006年6月29日に沢部はじめが14年ぶりに会長に就任た。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。